いや、金沢塗りね、どんなものか。こんにちは。あ、早速も入り口には並んでますね。これか金沢塗り。ついにね、紫を入れますよ。今なんとなく頭の中で完成図が回るんですよ。それに向かってね、ちょっと今うまくいくといいんですけど、うん、はい、自分が紫いたよって聞いてどうでした？あ、いや、何も思わなかった。めっちゃいい質問やった。いや、これ、まあ、個人差ありますけど、でもこういう時は、こういう時はやっぱ、じゃあ、まあ、ファーストチョイスになりやすいですよね。だから自分の色だみたいな。じゃあ紫にしようかなみたいなんで、助かったりしますけど。どうしようかな。3色。3色ずつ。どうしようかな。元気な人多いからな。確かに。神田さんからいきます。神田さんどんなイメージですか？神田さんはね、やっぱこうドンとね、なんかこう貫禄のあるような落ち着きのあるような色がいいですよね。多分この辺でちょっとこうスターな感じを演出して、うん、向井さんはちょっとなんかこういうなんかエメラルドじゃないですけど、品のある元気な色がいいですね。これどう？元気な緑。カスさんはやっぱね、こう笑顔のね、なんかこう笑顔をね、色で表現したいんですけど、うん、まあ、なんかでもその女性的なところも入れたいんですよね、あ、色で。勝松さんは簡単です。いや、もう赤ね、絶対赤。この3色か。なんかね、派手な感じしますよね。あと元気なイメージ、うん、F ブラッド、藤井兄弟、はい、兄弟カラー。お二人のね、好みとかイメージで分けましたけど、でも二人で一個みたいな感じになると思いますね。あ、いいっすね、うん。これ神田さんですよね。神田さんです。ちょっとあの凹凸をなるべくつけて、ちょっとお土産持って。嬉しいね。お店のお二人はもう作ってくれたんですけれども、色はあの私プロデュースさせていただきました。中丸くん来るとお土産がいい。もっといっぱい来て。みんなに好かれたいんです、やっぱり。いや、すげえ、だから嬉しい。めっちゃ高そうよ。ねえ、そう、はあ、アクリル絵の具だ。フミヤさんありますね、その白を3種類使ってるんですよ。いろんな白を、はい、みんな喜んでくれましたか、金沢塗りは。あ、なんかね、多分喜んでもらいましたね。なんかでもあれでしたね、本当はもっとその意味とか込めたじゃないですか、うんうん、でも放送中は時間も限られてたじゃないですか、うん、2% ぐらいしか言えなかったですね。これはあーでこうでって言えなかったですね。失礼しました。すいません、すいません、すいません。いやー、でも今日も良かったですね。なんか放送ベルリンの、ね、中継もありましたし、あと沖縄の南大東島、良かったですね。なんかね、中継でもいいですね、うん、確かに。もう一回やります。南大東島。いや、でも中継ももちろん好きなんですけども、やっぱ人間ってなんか贅沢っすよね。3ヶ月に1回ぐらいスタジオがいい。ってやっぱなんか思っちゃいましたよね。あったかいですか？あったけ、元気。やっぱ土曜の朝はこれぐらいやっぱ元気欲しいですからね、そんな回でしたね。さあ、ということで、次回の中丸印は静岡から中継いたしますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。